それでは発表させていただきます。平均曲生成システムの開発というテーマでプロジェクトを進めてきました早稲田大学の平井と、佐々木です。それでは発表させていただきます。よろしくお願いします。まずはじめに平均曲とは何かという説明をします。平均曲とは、本プロジェクトで我々が初めて提案する複数の曲を平均してできる新たな曲のことを指します。ここでまずはじめに、簡単な平均曲の例をお聞きください。カエルの歌、キラキラ星といった歌は皆さんご存知の曲だと思いますが、その2つの曲を一番単純な平均をとって生まれた新曲、カエルの星という曲をまずはお聞きください。50% の平均曲というものを作ることができました。これは平均曲ですが、今回我々は、このように 50%50% の平均だけでなく、曲と曲の間にある全ての曲を平均曲として扱うことにします。ということで、平均曲を生成するシステムを我々は本プロジェクトで開発しました。そのシステムのデモはまた後で説明させていただくとして、次に現在の音楽鑑賞について説明いたします。現在音楽は一方通行であると言います。これは、音楽というのはアーティストからリスナーへこう流れていくだけのものとなっていて、アーティストが作った曲がいい曲であればそれはとてもいいことだと思うのですが、いまいちな曲だった場合リスナーは、まあ、そのただただ受け身であることしかできず、いい曲でなかったら聞き流すことしかできない。で、例えばこういう曲が聴きたいのになと思った時に、まあ、ファンレターではないですけど、こんな曲作ってお願いみたいなのを送ることもまあできはしますが、まあ、現実的にそういう曲を作ってくれるというのは考えづらいというと。それだったら自分で曲を作ればいいじゃないかということで、現在自分で曲を作る枠組みというのがたくさん確かに存在しています。ところが曲を作るためには、まあ、膨大な時間を要してしまいますし、時間を確保することができたとしても、機材を買うためには、お金がかかってそのお金も、まあ、仮にリッチだったとして用意ができたとしても最後に待っているのは、センスの壁です。もしそのセンスの壁を才能とかでもし超えることができたとしたら、そのリスナーはすでにリスナーというよりかはもうアーティストの枠組みに入っているのではないかと思います。では、一般のリスナーが音楽曲を聴いた時にどういうことを感じるかというと、この曲はいいなとかこの曲なんか惜しいなということはよく感じることがあると思います。そしてこの曲が惜しいなと思った時にもう一歩踏み込んで、例えばこの曲がこういう風になったらすごくいいのになという経験は皆さんあると思います。で、例えばここで一例を挙げるとして、せっかく秋葉原にいるということで、某アイドルグループ秋葉原の某アイドルグループの会いたかったという曲があると思います。まあ、誰かに会いたいなという気持ちの時にその会いたかったという曲を聴いたとします。ところがあの会いたかったという曲は、会いたかったという言葉をポップな、メロディーで連呼するような曲調で、確かに会いたいんだけど、もう少し今、切ない気分なんだよなと思うことがあるかもしれません。ないかもしれません。あるかもしれません。その時に、例えばですけど、例えば、レッド・イット・ビーのような、あのアンニューな要素をちょっと足してみたら、今の自分の気持ちになるんではないかなと思うことがあるかもしれません。こういう妄想はできます。一般の言う場合。でプロのミュージシャンというのはそういうことを考えたときに、まあ、その再編することは簡単にできますが、一般のユーザーには妄想することはできますが、音楽未経験者、一般のユーザーというのは曲を聴くときには、スキップボタンを押すとか、音量を調査するといったことぐらいしかできません。その音量をいじるような感覚でもしメロディーをいじることができれば、プロのミュージシャンが、再編するようなことをできると考えられます。そこで、今回提案する平均曲の技術で音量をいじるような感覚でメロディーをいじることができれば、その高みに簡単に到達することができるのではないかと考えました。はい、それでは、ここから先は平均曲の作り方について私が説明させていただきます。まず平均と言いますと、真っ先に思い浮かぶのが足して割ることだと思います。例えば、ドとミの音の周波数を足して単純に2で割ったとき、295.4Hz という周波数の数字が出てきます。これは、まあ、レの音が 293.7Hz なので、ちょっとレの音から外れた
であるためには、平均曲であるためには音符を使う必要があると考えています。そこで平均音符を作るにはどうすればいいか。これも実は簡単で、周波数というのは対数スケールであるため、平均を取る際に相乗平均というものを取ってあげれば、ドとミの平均はレの音の周波数になるというわけです。ですが、例えばドとラの音だった場合、ドとラの相乗平均を取った場合、その他ミとファのちょうど中間の周波数になってしまう。これは、こんなことは実際に存在しないので、これを平均音符にするにはどうすればいいか。そうしたときに、ファも平均率という、偉大な低音楽の理論があるので、それに乗っ取って丸め込み、まあ、つまり四捨五入みたいなものですね。そういうことをすることで、平均音というものを実現できます。ここまでやったら、一応ギターのチューニングは完了したんですが、ただ、そういう平均音符とかを単純に、鳴らしていくだけだと、人が演奏したものにはならない。なんか、ギターを適当に誰かが演奏しているような音楽になるかと思います。では、平均曲、曲にするにはどうすればいいか。ここにはまた音楽理論がありまして、周波数の相乗平均を取るんですが、それに加えて、超や和を、なんといった音楽理論に沿って丸め込みを行います。詳しくは説明しませんが、クロマグラムなどを使ってそういった実験を行って、人が演奏する際に考慮するようなコードですとか調ですとかを、考慮しながら平均曲を作れるというような演算方法を、演算アルゴリズムを開発しました。ここからシステムについて説明させていただくのですが、入力は楽譜情報になります。パートごとに、パートごとの楽譜情報、ここに曲分入力したときに、例えば曲 A の楽譜の音がドの音、で曲 B の楽譜の音がシの音だったときに、ユーザーはそれに対する曲 A と曲 B のブレンド率を与えてあげて、その結果、平均曲はブレンド率に応じてソの音ですとか、まあ、そのバーのある位置の音になるわけです。でこういった、演算結果をリアルタイムでユーザーに返すことで、結果を聞きながら曲を待っていくというような平均曲の生成ができます。これがどういうことに値するかといいますと、先ほどはアーティストがリスナーに向けて一方通行で音楽を受け渡してた。で、リスナーはそれを聞き流すとか聞いたり、感想を抱くぐらいのことだったんですが、今度は平均曲生成システムに対して、もうちょっと B 曲寄りの方がいいとか、もうちょっと曲 A 寄りの方がいいとかっていうのを、リアルタイムでフィードバックを返してあげて、リスナーのお気に入りのフレーズなどにたどり着くことができます。このデモを実際にお願いします。我々はこのシステムを MusicMe と名付けました。平均曲というものを通じて、既存の楽曲を利用して様々な生成結果を、誰でも、バーを動かすぐらいのことで
一般的だと思います。ですが、コンテンツっていうのは、与えられたものをただ享受するぐらいしかできません。でも、コンテンツも自分好みのコンテンツに味付けできたら、よりコンテンツを楽しめたりするんじゃないかと、僕は考えています。CGM という消費者がコンテンツを作るっていう文化があるんですが、それは実は、誰もが作れるよって言って、でも実際技術がなかったりすると作れなかったりっていう、問題が挙げられるんですが、このシステムだったら 100% 誰でもコンテンツを作れると思います。その、よしあしが置いといたとしても、コンテンツを誰でも作れる。つまり、1億総クリエイター時代っていうのが、こういう支援ツールによって実現するんじゃないかと。そういう未来が近づいてくるんじゃないかと思って、こういうシステムを提案させていただきました。で、この平均曲生成システムはそのための第一歩だと思っています。以上で発表を終わりにさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。